指で押すとね、ちょっとね、崩れるぐらいまで柔らかくなるんですよ。さあ、皆さん、ありがとうございます。ということでですね、今回ですね、私ももう限界になってきまして、でも限界になった時に何が食べたいかっていうと、皆さん何が食べたいですか？うん、そうだね、白米だね。はい、ということでですね、今回はですね、至高シリーズ、もう、究極と言っていいですね。至高の白米です。ご飯の炊き方って色々あると思うんですけども、皆さんどう炊かれてます？多分ね、ほとんどの方が洗って炊飯器で炊くっていうようなやり方をしてるんですけども、土鍋で炊いた方がうまいとか、いっぱいあるんですよ、やり方が。もちろん、土鍋で炊くっていうのは、メリットもあるし、デメリットもあるんですけども、メリットっていうのは、直火でやるんで、熱伝導が良くて、釜で炊くよりも、早いっていう利点もあるんですけども、僕はですね、炊飯器で炊く米っていうのも、めちゃくちゃうまいと思ってるんで、本当に美味しいお米の炊き方っていう風に調べると、皆さん土鍋でされてるんですよね。プロの料理人の方とかがやられてるんですけども、皆さんがもう土鍋でやるやり方は皆さんやってるんで、僕は炊飯器で最高に美味しいご飯を炊きたいと思ってる。これマジで炊飯器で炊いたのっていうぐらいめちゃくちゃうまい仕上がりになったんで、これね、絶対やってるし、マジで自信あり。これ研ぎ方からやりますから。いつも炊いてるご飯にちょっとひと手間で最高に美味しい白米が炊けるっていうやり方を今からやっていきます。リュウジのバズレシピ。材料がいつも米だよ。米。あとはお米に合うものを用意はしておるんですけども、もう白米だけでいいやっていうぐらいうまい。軽い漬物とシラスでもあれば最高ですね。はい、ということで今回は米だけです。はい、炊いている間にキュウリの漬物は世界一簡単な漬物の作り方あるんで、そのやっていきたいと思うんですけども、今回もう米、ご飯を炊くっていうところで、米はね、美味しい米を用意するのはまあ前提ではあります。まあできればまあブランド米だったらいいかもしれない。僕が今まで食べてきたお米の中で美味しいなって思ってるのは、やっぱりコシヒカリ、まあ、北小町も美味しいんですけども、山形のつや姫はめちゃくちゃうまいです。つや姫は美味しい。北海道のゆめピリッカも美味しいです。今言った中のお米であれば大体美味しく仕上がると思いますので、一つ言いたいのは、別に批判してるわけじゃないです。10キロで2000円台3000円台とかのお米で、しかも無洗米があるんですよ。それを使ってしまうとちょっと微妙な仕上がりになるかもしれない。あんまり商品のこと悪く言いたくないんですけども、若い頃めちゃくちゃ安い無洗米買ってすごく後悔したタイプなんで、一般的に美味しいと言われてるお米を使ってください。はい、今回はコシヒカリを使ってます。はい、千葉県産のコシヒカリを使っております。これから炊き方をやっていきたいと思います。じゃあね、最高に美味しい白米の炊き方をやる上で何が一番大事かっていうと、やっぱり米の味を確かめることですね。今日は誰にしようかな。福井はいいね。千葉県産のお米使いますからね。お祝いを飲んでいきたいと思います。ということで、米の味を確かめるためにこの米で作った日本酒をいただきたいと思います。いただきます。米はやっぱりうまいな。ということでやっていきたいと思います。米を研いでいくんですけども、まず米の計量から入ります。そこまで、僕はハードルを上げたくないんですけども、まず米はできればグラムで測った方がいいです。まあ、なければ計量カップすり切りでやってくださいね。で、1合っていうのは乾いたお米で 150g なの。だから 150g を入れていくのが一番正確です。僕は今回2合炊きたいと思いますので 300g ですね。1合が 150g なんで 300g。 ちょっとオーバーしちゃった。僕いつもパックのご飯使ってるんですけども、もちろん炊いた方が安いので、でしかも炊いた方が本当は美味しいです。なんですけども、ちょっとサボってました、すいませんでした。これ300g ね。正確に計量していただくとブレがなくなります。まあすり切りでも全然使っていただいても大丈夫です。せっかくザル用意したんで、このザルとボウルで、これから洗っていきたいと思います。じゃあこれから洗っていきます。で、洗うに差し当たりまして、じゃあ米って何で洗うか分かりますか？米の周りの部分が空気に触れて酸化してるんですね。で、酸化しているところっていうのは炊いても美味しくない。なぜかっていうと空気に触れて劣化してるんですね。なんでそれを落とすために洗っていくんですね。これ水出してください。で、冷水です。で、冷水でこうザルのままこの洗った水を流れるようにやっていきます。釜のままやると酸化した水がどんどん米に吸収されていくんですね。なんでこの状態の時は
こうやってちょっと軽く揉みながら、この酸化したところを落としていく。これ、一回酸化したところが全部洗い流されました。そうしましたら、このザルに置いてください。で、ここでまた水流します。で、水が被るぐらいになったら、こんな感じで手で揉んであげます。これ研いでいきます。昔は研げば研ぐほど美味しいっていう風に言われてたんですけども、何十年も昔の話だった。で、今は精米の技術が発達してるんで、そんなに研がなくても美味しいです。で、これをちょっと研いでいく。で、そうするとこれ研ぎ汁白く濁りますね。で、一回捨てます。はい。で、もう一回、大体2、3回で平気で、これをちょっと揉み込むように。はい。そうするとこう白く濁ります。もう一回、もう何十回もやらなくていい。もう2、3回です。2回でもいいぐらい。最初の洗い流しでもう米の酸化したところっていうのは取れてるんで、はい、こんな感じですね。はい。そしたらもう OK で、こっから皆さんが普段しないやり方をやります。皆さんは米洗ってからすぐに炊飯器で炊いてると思うんですけど、今回はちょっと違います。吸水させます。で、僕は炊き込みご飯の時は吸水させなくていいって言ってるんですけども、これなんでかっていうと、白米自体に味がついちゃうとそこまで気にならないからです。でも白米だけ食べると米の差っていうのは結構違うのっていう、日本人の皆さん分かると思うんですけども、米自体が結構クリアな味がした方が日本人は好きだと思うんですね。なんでここで吸水していく。なんでかっていうと、米っていうのは水の温度で吸水率が違うんですね。いろんな文献も調べ食べたんですけども、5度で1時間、これがもうベストだっていう風に言われてます。この状態で1時間吸水していきます。はい、そういうことですね。1時間吸水させました。僕も吸水、多分あのピッコロぐらいまで吸収したところです。はい。ということで、こんな感じになりました。で、1時間吸水させると、どういう変化が訪れるかっていうと、米が白っぽくなるんですね。これぐらいになって、米が、ちょっとね、ポロポロというかね、あ、指で押すとね、ちょっとね、崩れるぐらいまで柔らかくなるんですよ。こうしたら、完成でございます。これなんで吸水するかっていうと、米ってそのまま炊くと、ちょっと芯が残りがちになるんですよ。中まで吸水されてないんで。ちゃんと吸水することによって、もっちりした仕上がりになりますね。はい、ここまで吸水したら、まず水気切っちゃいます。これつけてた水なんで、これは一回捨てちゃいます。で、これをようやく炊飯器に入れます。で、これ最高に美味しいお米ですよ。で、ここにこれ必ずやってもらいたい、日本酒入れます。なければ料理してもいいんですけども、清酒ね、清酒が一番いいです。でもなければ料理酒でも全然平気。大さじ1と小さじ1杯だから、小さじ4、1合に対して小さじ2ぐらいですね。お酒の旨味とかがもっと欲しい方は2合に対して大さじ2、1合に対して大さじ1入れてもいいんですけども、僕はこれぐらいがベース。これ酒入れることによって全然味違くなります。お酒っていうのはもともと米から作ってるんで、米の旨味がすごく凝縮されてるんですね。なんでこれと一緒に炊き込むことによってお米の味が立ちます。で、ここで水を入れていきます。お酒入れた後に水を入れていくんですよ。水の量は2合の線まででいいですよ。お酒を入れた後に普通に炊くんですね。これが重要です。はい、ですね。はい、これで炊いていきます。はい、じゃあですね、炊飯器用意しました。これをここに入れていきます。はい。ここまでは普通と同じですね。で、蓋閉じます。で、ここで、これ重要ですよ。これ重要ですよ。このまま炊飯炊くじゃないですか。皆さん。今回、1時間吸水させた米を一番美味しく炊き上げるやり方って、普通の炊飯じゃダメなんですよ。なんでかっていうと、これ普通の炊飯っていうのは、吸水することもメーカーが考えてやってるんですね。なんですけども、今回は1時間吸水っていうメーカーが想定してないことをしてるんです。で、何をやったらいいかっていうと、メニューを押してください。大抵の炊飯器、この白米急速だから早炊き機能があるんですね。早炊きでやってください。これマストです。はい、はい、これです。はい。普通の炊飯っていうのは吸水時間も考慮して長めに時間を取ってるんですけども、今回は米にめちゃくちゃ水分が浸透してるんで炊き上がりが早いんですよ。普通に炊飯してしまうと結構ベタベタな炊き上がりになっちゃうんですけども、今回は白米急速でやることで、土鍋とか炊く場合って最初に強火でやりますよね。強火でやってから弱火でやるっていうのが結構セオリーじゃないですか。それをこの炊飯器でやるってことなんですね。白米急速っていうのはすごく早く炊くから、この沸騰するまでの温度すごく早いんですよ。そこからもう火力高めで炊きますから、米が一つ一つ立ってるような仕上がりになるんですね。これ騙されたと思ってやってみてください。このやり方やってくると、いつもの米が何ランクもグレードアップします。これね、2人とも疑ってるかもしれない。マジで違うから。いや、疑ってはないから大丈夫。疑ってか。こんなんでうまくなるの。まあ、じゃあ30分ちょっと待っていきましょうか。はい、あ、30分の間にちょっと漬物作ろう。
じゃあ今日はリュウジのバズスペシャル番外編でいきたいと思います。今世界一美味しいご飯を炊いてるんですけども、その後にご飯だけだとちょっと寂しいじゃないですか。だから浅漬けを作りたいと思います。あー浅漬け、浅漬け、やっていきたいと思います。じゃあキュウリをね、こうやって、これね、あのキュウリをヘタ取って、でこうやってね、こうやってくる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 やるの知ってます？これ皆さん、ここにこうほらアクが溜まってくるじゃないですか。アクが溜まってくるじゃないですか。僕は家族からこれ教わったんですけども、あのこれアクが抜けてキュウリがうまくなるって言われてるんですけども、科学的根拠はないです。はい、だってここのアク取ったところでここの味変わるわけないじゃんっていう、あくまで個人的な意見ですよ。これで美味しいと思う方はやってください。はい、今回はちょっと最高に美味しいご飯には最高に美味しい浅漬けじゃねっていうことで、僕今から浅漬け作りますから、はい、でこうやってスライスしましょう。きゅうりはこんな感じでね、僕は世界一簡単な浅漬け作りますから。僕んちね、あのこういうあのポリ袋がありますから、ポリ袋に入れちゃうんですね、きゅうり。でここにですね、僕がね、たまに使う調味料ね、大さじ1杯ぐらいの白だしでももちろんいいんですけども、あの一番簡単で味染みやすいのはね、これ昆布茶。僕のレシピでもたまに出てきますよね。こいつを小さじ1杯ね、このきゅうりにまぶすんですよね。で僕はちょっと濃い味好きなんで、これもう好みです。あの皆さんはね、あの昆布茶だけでいいと思います。はい、塩ちょっとね、ご飯に合うように。でこれもう揉んでください。これね、浅漬けの素がない時の非常に美味しい浅漬けの作り方で、なんでかっていうと、これね、昆布茶っていうのは顆粒なんで、顆粒で旨味がすごく強いんですね。なんでですね、こうやって、袋に入れて揉み込むだけで、浅漬け食べたいんだけど今から漬けらんねえよなって思うじゃないですか。でもこれをやればすぐ浅漬け食えますから、揉み揉みしたらキュキュッとキュキュッとね、縛っといてね、こうやってこれずっと使えますから、冷蔵庫に。はい、それでは炊き上がりまでいきたいと思います。36分経ちまして炊き上がりました。炊き上がっていきたいと思います。見てください皆さん、米が光っているのよ。で炊き上がったらすぐに、まあ、こうやってね、ジュー入れてこう全体混ぜてください。これ最高の米。はい、これ白米です。で蒸らす蒸らさない問題がここで発生するんですけども、まあ、僕はそんな蒸らさなくてもいいのかなみたいな、まあ、気になる方はもう蒸らしていただいてもいいんですけども、あのもうよそっていきます。炊きたてを食べたいんで。はい、ということでですね、よそっていきたいと思います。この立ってる白米の香りっていいよね。こんもりと乗せちゃいましょう。米が光ってるんだよね。これやった時に今後白米は炊こうかなって思いました。本当に美味しさ全然違うんだもん。いや昔は大したんですけどね、忘れてた。人って悲しいぐらい忘れていく生き物なので。ということで至高の白米完成です。それでは炊きたてのご飯、最高の白米いただきます。じゃあね皆さん、まずこの米だけ食ってください。いただきます。もう別物だわ。炊き方でこんな変わるんだなっていう、皆さん思うと思いますよ。米一つ一つ当たってて甘みがすごい感じられる。お酒の旨味もこの米に入ってるんだと思います。すっごく芯までもっちり。これ白米だけでうまいんだよね。で今日はちょっとご飯のお供を用意しましたんで、さっき作った浅漬け、実家風に食うのは味の素を数振りと、僕のじいちゃんのやつ、あの味の素と醤油、あと七味唐辛子です。これが最高にうまい、きゅうりの浅漬けの食い方です。これでご飯を食います。うまっ。何もいらん、漬物だけでいい。いや白米だけでいい。このきゅうりの漬物最高にうまいですよ。漬け時間ほんの30分ですよ。七味の香りもいいし、やっぱ醤油と味の旨味も加わって最高に美味しくなって、そしてこれ本命です。しらすでご飯食べるのが子供の頃から好きで、しらす乗っけて、まあちょい醤油かけてもいいかもしれないですね。ほら、いただきます。もう定食やろう。しらすとこの漬物だけでマジでうまい。
ずっとパックご飯使ってたから炊いたご飯の美味しさを忘れてた。早炊きって皆さん吸水しないでやった方は分かると思うんですけど、かなり固めになるんですよね。でも全然硬さがない。もう本当にじっくり釜で炊いた味がします。うまっ。これ分かるかな、分かるかな。達也哲也乾杯。乾杯。まあ、完全に締めになっていますけど、米食ってください。米、ね、いただきます。いただきます。いただきます。うん、これすごいね。あ、うまっ。わかる、わかる、わかる、わ、うん、かるよね。わかる、わかる、わかる。俺もわかった。米立つってこういうことなの。米立つってこういうことなのよ。すごっ。この感覚になったのが新潟行った時の定食屋で一回昼食った時に、うん、こんな感じになったんだけど、もうそれレベル。日本酒入れてるからなんかもっとなんかあるのかなって思ったけど、あ、いや、食べた感じ、やらしさ、まあ、やらしさがギリギリないとこまで攻めてるから、うん、もちろん、あのコシヒカリっていういい米があってからこそのこの美味しさなんだけども、うん、にしてもうまくない。にしてもすごいわ。こっからキュウリ。なんキュウリ。いやいや、うん。おお、よくない、うん、これで。2枚で、もうまあとりあえず全部食える。2枚で全部食える。一昨日ぐらいにやって、うんうん、もうこの情熱があるまま動画にしないとダメだと思って、うん、もう今日やりました。今日しらす、うん、いただきます。いただきます。うん、やばいやばいやばい。いやスーパーのしらすよ。すまん。これスーパーのしらす。高級米定食になってるか。釜揚げしらす定食として湘南で売っててもいいよね。しらす丼もあれじゃないの。この量で1000円でも別になんかクレーム出すんだけど、まあ、まだやってないけど、お茶漬けとかやってもいいし、もう握りとか塩だけでうまいから。あー、もうこれの塩のり、塩のりでいいから。それ納豆をかけるようにちょっと残してこれね、納豆やばいよこれは。納豆、市販のタレ混ぜてこれ乗っけてやるのはもう最高にうまい。ちょっと突然納豆漬けを出してきた。トータルの時間もでもそこまで伸びないもんね。早炊きにしてるから、うん、結局プラス40分かかるぐらい。あ、まあ、そうか。でも40分でこのうまさだったら俺はやっていいと思う。まあまあそうだね。それこそ1時間超えて2時間ぐらいになってもそれはそれでまたさらにもっちりして美味しくなるから、それぐらいまで許容範囲なんで、なんかちょっとじゃあ買い物行く前にちょっと吸水させておいて、はい、帰ってきて、あ、炊こうで、もう35分後には炊き上がるから。これはすごいわ。ちょっと今度はあれだ、至高の定食もするんだけどね。至高の味噌汁できました。至高の白米できました。じゃああと何をチョイスするのかっていうところだよね。まあでもいろいろあるね。でもこれだと割とあっさりめのものでも美味しくなるから、きんぴらとかでもめちゃくちゃうまい。あ、この炊き方ね、ちょっとやってほしいな。ということで至高の白米ね、これ僕絶対やったほうがいい。でぜひ試してみてください。はい、よし。今日は取れたかった。酒飲まんかったぜ。いや、酒いらんよ。